はい、かんこいさんです。イエーイ。まずちょっと藤田君館長プレゼンツということで、気になる修理品ですか。はい、はい、気になる修理品が転着しております。これもなんか良さそうなスーパーリアルモデルグレコ、最初ジャパンヴィンテージでチヤホヤされたのこれだもんね。あ、こっちの方が先だった。こっちが先じゃないですか。グレコの方が先じゃない。そうなんだ。いや、わかんないけど、なんか個人的にもジャパンヴィンテージといったらやっぱりスーパーリアルのレスポールみたいな。今や東海に、そうですね、が奪われてしまった。僕もあんま詳しくないであれなんですけど、まあ、グレコのスーパーリアル機のレスポールで、はい、 EGF1200 だったんです。相当グレード高いですね。マックスで作られたのかな、ね、3000とかあるのかね。だって東海丸だもんね、200だもんっけな。あー、当時点が20万みたいな。20万みたいな。で、その上位機種に乗ってるピックアップが、まあ、ドライっていう。あ、聞いたことある。で、まあそれが評判で、まあジャパンヴィンテージとして価値があるみたいなところもあると思って、で、それがこれには乗っている。へえ、ね、そうだよね。ドライ、ドライ言うね。知ってます。ドライ、ドライでしょ。朝日、朝日でしょそっちじゃないっすよなんか朝日よりこっちの方がさっきらしいああ、そっかそっか。グレコスーパードライでもなんかさ、この膨らみがない感じとかっぽいよね。ぽいね。結構びっくりしたんだもん、なんかあのヴィンテージのレスポール引かしてもらった時にさ、この膨らみがないのが。これ修理、はい、どんな感じの修理ですか。これはリフレット。リフレット、ジャパンヴィンテージといえばファンコイさんだろうということで。もうね、なんかやっぱそうですね。シワンとかもね、なんか真っ黒だしね。あ、裏スリーピースだ。このさ、シリアルの入れ方やってます。このシリアルの入れ方、もうなんか百戦錬磨っぽい感じの使用頻度ですね。かっこいいですね。重さはどうなんですか。重さはね、具合いいっす。あ、具合いい。4キロぐらいかな。もうちょっと軽いかもしれない、もしかしたら。でもドライは初めて聞くかも、ピックアップ。ああ、いいぐらいの重さですね、うん、ああ、いいですね。ああ、やっぱ J の感じはあるんだよね。ああ、すっごいなるけど、うん、やっぱギブソンではないですね。ああ、まあまあそうね。でも全然すごいギターだと。館長、このドライのなんかこのギターの印象とかあります？修理してて。あ、まあ音はとりあえず聞いてもらって。聞いてもらって、聞いてもらってって感じですか。このなんかもったいぶる感じ分かってきますね。おー、来た来た来た。おー、おー、音してますね。いいですね。うん、そんなに弾けない人初めて見た。ここが分かんないんだよな。うん、ここ2回くらい繰り返すよね、そのなんか。これでもいいピックアップですね。日本製のさ、これ系のギターでさ、弾いてさ、あーピックアップかなっていうの多いじゃん、いつも、うん、ないね。これいいっすね。ねえ、うん、これまた値上がりすんじゃねえかこれ。一応調べた感じだとドライはその古いワイヤーを使って、あ、ギブソンのやつ、機械巻きらしいんです。一応情報としてはそういう風に。ああ、そうなんだ。結局古いワイヤーの音ってことかじゃん。だから80年代にもう今やってるようなことやってたってことだよね。うん、そうだね。それはかなり前衛的だよね。うん。等間高いレスポールのピックアップはどうなの？まあ、ディマジオとか。あ、そっか。うん、そこもディマジオ乗っけちゃうみたいな。ディマジオの方が多分、粘りはあったんだよ。こっちは頑張ってたんだ。
こっちは頑張ってたんじゃない。ピックアップ作りも。こういうのすごいいいよ。リズムスタイル。おお、いいね。じゃあピックアップワイヤーはあれなのかな、ヴィンテージのなんかアメリカ製ってことだよ多分ね。まあそういう話でしょ。それだとすごい納得だわ、うん、これ。めっちゃ納得の音。何ですかこれ。それは怪しいな。でもさ、前も言ったじゃん、なんか素材が手に入んないからあの出ないみたいな、うんうんうん、なんかそういうことだよね、やっぱり。まあそうだね。まあそれが本当だとしたら、ジャパンヴィンテージのギターのピックアップがいいって話になったのは初めてかもしれないね。確かに。まあでも結局そういうことなんですね。ねえ、まあギターがいいのはだけどね。うん、絞ってもすごいよ。コリンコリンしてスーパーリアル級はかなり有名でしたからね、早い段階で。今いくらくらいなんだろうね、高いのかな。でも東海より安いよね。これがヤフオクで30万くらいだった。お、ま、今その新品で30万円のレスポール何が買えるかって考えたら全然ありっす。そう、普通にギブソンスタンダードそのくらいだもんね、新品で。これ上がっちゃいますね、またスーパーリアル1200。お客様のねリフレットの修理をお預かりしまして、高いグレコのレスポール引かせてください。ぜひ修理にお持ちいただければと思います。はい、ということで今日はグレコスーパーリアル1200、お客様の修理品をご紹介させていただきました。はい、いいピックアップでした。ファンコイさんでした。ありがとうございました。